こんにちは、ワインブックスの前場です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマなんですが、悩ましい問題ですよね。ワインの高騰化についてです。特に伝統国のワインを楽しんでいらっしゃる方に関しましては、最近のワインの高騰に関しましては悩ましいものがあると思います。ほんの少し前までですね、 1,2 年前までは3000程度だったようなワインが、現在見てみると4500円くらいになったりですとか、そんなことも珍しくはなくなってしまいました。こうなってくると簡単には手が出せなくなってしまうのはその通りですよね。で、こういう時にどうすればいいのか。まず一つ目は高騰を受け入れるですよね。外部要因で価格が上がっているわけですから、これを仕方がないと思って受け入れるということになります。そしてもう一つが、新しいワインを探すという方法もあります。これまでとは違う地域だったりですとか、あるいはこれまでとは違う国のワインを探すということですよね。ワインは飲む時の心理が味わいに大きく影響を与える飲み物です。なので、それまで安心して飲んでいた国だったり地域から大きく路線変更することは、飲む人によりましては勇気がいることかもしれません。ですけれども、現実はそこに迫っているわけですから、そんなこと言っていられませんし、そんなこと言っていられるような場合でもないんですよ。なので、今回はどのようにして新しいワインを探すのか、その具体例を紹介いたしまして、実際に検討してみたいと思います。また動画の後半では、実際に僕が探しました高コスパワインなんですけれども、こちらを解説いたしまして、実際にテイスティングをしてみたいと思います。で、今回のテーマは、有名生産地だったりですとか、あるいは有名な生産国のワインとは違うところのワインを飲もうよというテーマになります。だからといって、有名生産地だったりですとか、有名生産国には伝統だったり歴史などのそれぞれの魅力がありますので、ここは誤解をされないようにしてください。はじめましての皆さん、僕はこのチャンネルの管理人です。難解なイメージのあるワインの世界をできる限り分かりやすく丁寧に解説をしています。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお待ちしております。それでは今回のテーマは、ワインの高騰と高コスパワインの探し方です。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。それでは今回のテーマは、ワインの高騰化と新しいワイン探しです。まず、ワインの価格の高騰がどのようなものなのか、ちょっと見てみたいと思います。日本市場でのワインの流通に関しましては、おおむね 95% が外国産のワインになっています。ということはですね、日本のワインは 5% にも満たないということなんですよね。ですので、日本のワインファンの方は、多くの場合は外国産のワインを飲んでいる、ということになります。僕は経済の専門家ではありませんから、ここは端折りたいと思いますけれども、最近の円安だったりですとか、各種流通コストの上昇に伴ってワインが高騰化をしていった、こういった図式になります。で、まずはどれくらい実際に価格が上がっているのか、ここを見てみたいと思います。まずはブルゴーニュワインから見てみたいと思います。ルフレーブのブルゴーニュブランは、ここ1年間で価格は約 1.5 倍になりました。ミクルスキのブルゴーニュブランもおおむね 1.5 倍になっているんですね。そしてイタリアに目を移しますと、サシカイエはここ1年間でおおむね 1.3 倍に価格が上がっています。これらのワインに関しましては高級ワインになりますけれども、高級ワインでなかったといたしましても、僕はインポーターさんとよくやり取りをしていますから、ですからインポーターさんからですね、値上げのお知らせに関しましてはよくいただいていまして、特に今年に関しましてはまた来たかっていう風なイメージなんですね。最近のワインの高騰に関しましては、フランスワインが目覚ましいものがありますけれども、ここにはですね、疑問を持っていらっしゃる方もおられると思います。というのもですね、ドルに比べるとユーロは円安が緩やかなんですね。にもかかわらず、フランスワインがアメリカワインよりも価格が上がっちゃったって、なんか不思議な気にもなると思うんですよ。合理的に考えればアメリカワインの方が価格は上がるはずなんだけれども、それよりもフランスワインの方が値上がりしちゃったって、なんか不思議に思いますよね。これですね、もちろん他にもいろいろ理由はあるとは思いますけれども、一番大きな理由は2021年ヴィンテージだと思います。2021年ですから去年のことになりますけれども、2021年のフランスは全土で不作に見舞われたんですね。おそらく過去で一番の生産量の低さになっていると思います。こうなってくると、出回るワインはどうしても少なくなってしまいますし、生産者も生きるのに必死ですから、当然1本の単価を上げざるを得なくなってくるということになります。でですね、こうすると、消費者から見てみると、じゃあ2021年ヴィンテージだけ値上げをすればいいじゃないかっていうふうに思いたくもなるものなんですね。ですけれども、そうは問屋がおろさないんですよ。だって、2021年のヴィンテージだけが値上がりをしたらどうなりますでしょうか。おそらくなんですけれども、消費者は2021年のワインを避けて、その他のヴィンテージを買えばこと足りることになりますよね。こうなると2021年のワインは売れ残ることになりますから、インポーターさんといたしましては悪手になるんですね。その悪手を防ぐためにも、2021年だけを値上げするのではなくて、その他の年のワインも値上げをして、そして値上げを穏やかなものにするというふうに施策を打っているのです。2021年だけが突出して値上がりをしていたら、消費者は分かりやすい行動を取っちゃうと思うんですよね。これがですね、ここ数年のヴィンテージのフランスワインの高騰化に拍車をかけている、これは明白だと思っています。では、じゃあ具体的に高騰したワインの代わりのワインを見つける方法、これを検討してみたいと思います。一つ目は産地を変えてみるということです。
例えばブルゴーニュワインだったりですとかボルドーワインが好きだった方からしてみたら、それ以外の産地も見てみるということになります。もっと見てみますと、例えばブルゴーニュワインの中であったとしましても、コアなワイン生産地域ばかり飲んでらっしゃった方もいらっしゃると思うんですね。例えばジュブレシャンベルタンだったりですとかボーノロマネだったりですとかピニーモンラシェ、ムルソーあたりを飲んでらっしゃった方も多かったと思います。それらのブルゴーニュワインの中でも有名産地以外の産地も見てみるということになります。これですね、かなり有効な手段ですので、ぜひ検討してみてください。例えば分かりやすくボルドーワインを見てみたいと思います。ボルドーワインのあのどっしりとした口当たりと風味が好きな方って多いと思うんですよね。でもそのボルドーワインが最近高騰してしまってなかなか手が出ない、こういう方もいらっしゃると思うんですよ。このような場合に、同じフランスではありますけれども、南西地方にマディランというワインがあります。マディランはブドウ品種はタナというブドウを使っています。ボルドーのカベルネソーヴィニョンとかメルローとかとは若干違いますけれども、風味は似ているんですね。ボルドー風味のどっしりとした口当たりで、価格も安くて、そして品質は安定しています。またですね、ブルゴーニュワインが好きという方であれば、ピノノワールのワインであれば、何もブルゴーニュワインでなかったといたしましても、ジュラだったりアルザスだったり、あるいはロワール川の上流域にもピノノワールの美味しいワインがたくさんあります。で、それでもですね、ボルドーワインがいい、ブルゴーニュワインがいいっていう方って結構いらっしゃると思うんですね。この場合であったといたしましても、生産地域を外すというのは結構有効な手段だと思います。例えばブルゴーニュワインであれば、サビニレボルンだったりですとか、サントーバンだったりですとか、サントネーという地域があります。これワインブックスの視聴者さんでもほとんど聞いたことはない産地だと思うんですね。これらのワインに関しましては、ブルゴーニュワインの中でも本当の有名な生産地域ではありませんけれども、だからといって聞いたことがあるような名城地とは地続きですし、だからワインの傾向は似てるものになってくるんですね。もちろんですね、細かく見ていくと品質若干変わってくるんですけれども、それは言い出したらキリがありませんから、今回は省いて話をしてみたいと思います。本当の名城地に関しましては、値上がりに関しましては、ここしばらくは止まらないと思います。なのでこのようにしましてですね、少しずつ産地をずらして楽しんでみる、これもワインの楽しみ方の一つではないかと思います。そして二つ目の手法になりますけれども、思い切ってですね、南半球のワインを楽しんでみる、これもおすすめです。って思いましたよね。多分ワインブックスで南半球のワインをご紹介するのってそんなになかったと思うんですよ。でもですね、さすがにこの高騰の現状を見てみると、こういう時こそですね、南半球のワインを飲もうということをおすすめさせていただきます。南半球というとチリワインが真っ先に思い浮かぶと思うんですよね。チリワインは日本のワイン市場の輸入量の世界第1位の国ですし、コンビニだったりスーパーのワインの交流の立役者ですよね。ですけれども、コンビニだったりスーパーのワインはもちろん美味しいんですけれども、今回は今まで飲んでいたワインがヨーロッパのワインであった場合の、その代わりのワインを探すということになりますので、若干目的が外れてきてしまうんですね。もちろんですね、チリワインにもコンビニだったりスーパーのワイン以外の美味しいワインもたくさんありますけれども、今回はですね、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカのワインを見てみたいと思います。実際のですね、日本での認知度を検討してみたいと思います。 Google トレンドの検索数の推移を見てみたいと思います。過去5年でフランスワイン、イタリアワイン、オーストラリアワイン、ニュージーランドワイン、南アフリカワイン、この5個で検索数の推移の比較をしてみたいと思います。するとですね、このようになるんですね。これだけ認知度に違いがあるんですよ。これだけ知られていないのであればですね、まだ開拓の余地はあるんじゃないかって思いませんか。南半球のワイン生産地域は環境がワイン作りに向いていることが多いです。そしてですね、効率的にワインを作ることに長けてるんですね。今時ですね、ワイン作りに関しましては技術は世界中どこもそんなに変わらないんですよ。実際にこれらの南半球のワインはレベルが高いですし、レベルが高くて品質が高いにもかかわらず、あの認知度なんですよ。これがですね、ワインの価格にどれだけ影響を与えるのかはなんとなくわかるような気がしませんか。では実際にこのオーストラリアのカベルネソーヴィニヨンを味わってみたいと思います。このワインはオーストラリアのカベルネソーヴィニヨンというブドウを使いました、アラミスというワイナリーのワインです。結論から言うと、このワインなんですけれども、こういう言い方はちょっとあまり好きじゃないんですけれども、仮にボルドーのシャトーワインなのであれば、おそらく5000円から6000円くらいはするワインの味わいになっています。ですけれども、オーストラリアのワインということですので、2000円を切る価格になっています。それではラベルを見てみたいと思います。まずラベルの中央にマクラーレンベイルと記載があります。このマクラーレンベイルというのはワインの生産地域になります。マクラーレンベイルは南オーストラリア州のワイン生産地域になるんですけれども、多分ですね、おそらく相当詳しい方でないとこの生産地域は知らないと思います。もちろんですね、ワインを学習した方であればですね、有名な生産地域ではありますけれども、一般的にはほとんど知られていないと思います。そしてその上にはカベルネソーヴィニヨンと記載があります。これがブドウ品種になります。オーストラリアのワイン法では 85% 以上そのブドウ品種を使えば、そのブドウ品種の名前をラベルに記載ができるようになっています。ただですね、このワイナリーのファクトデータを見てみると 100% カベルネソーヴィニヨンとなっていました。このワインですね、実際にワインブックススクールの今年のテイスティングワインのアイテムであったんですけれども、これがですね、本当に美味しいワインだったので、ぜひですね、ご紹介させていただきたいということになりました。このワインはスクリューキャップになっていますから、もうペキッとひねっていただければ開けられるということになります。では抜栓してみますね。
これで簡単に開けられました。このように開けることができましたので、閉めるのも非常に簡単になります。例えば閉めるときにはそのまま閉めていただいても大丈夫ですし、この前ご紹介いたしましたけれども、保存スプレーをプシュッとやって、そして閉めていただいても長いこと保存することが可能になると思います。ではグラスに注いでみたいと思います。ワイングラスはこのようになっておりまして、一般的にはこのように膨らみがありますけれども、この膨らみのトップのところまでを基準にワインを注ぐのがよろしいかと思います。では注いでみます。見てお分かりの通り、このように若干ですね、オレンジかかっているんですね、色合いが。色合いがオレンジかかっているということは、熟成が若干進んでいるということになりますので、ですので、やっぱりスクリューキャップだからイコール熟成が進まないというのは、ちょっとですね、そのご意見の方では、若干意見が違うのかもしれないですね。このような色合いは若干オレンジがかったガーネットというふうに表現いたしますけれども、中心部には黒みもよく見えます。色合いも濃いので、ブドウは充実しているんだなということが推測できると思います。では香りを嗅いでみたいと思います。香りを嗅ぐときにはこのようにいたしまして、グラスを回しまして、これスワリングっていうんですけれども、このように香りを溜めましたら、鼻とグラスを少しずつ近づけて香りを嗅ぐのがよろしいかと思います。では嗅いでみます。うん、これですよ、これボルドーワインによくあるような、どっしりとして濃縮で濃密な香りですよね。ブラックベリーですとかブラックチェリーのような、そういった色の黒い果実、それからスパイスの香りが結構強く感じられるんですね。ジョージだったりカンゾーだったりですとか、ブラックペッパーのような香りも感じられます。さらにですね、オーストラリアのワインは樽の印象が強くなることが多いです。最近は樽の風味が穏やかになってエレガントなものも多いですけれども、まだですね、オーストラリアのワインに関しましては樽の風味が強いものも多いように感じています。その樽の風味もですね、少し焦がしたような樽の印象なんですね。コーヒー豆ですとか、あるいは少しエスプレッソの豆を思い浮かべるような、そんな香りになっています。やっぱりね、香り充実していますよ。こういう品質のワインが廉価に買えるというのは、南半球のワインの醍醐味でもありますよね。では味わってみたいと思います。味わう時にはワインはこのように液体になっていますから、大量のワインを口に含んでゴクンと飲み込んでしまうと味わいってよくわからないんですね。ですので少量のワインを口に含んで、口の各部分で味わってから飲み込んでみる、これがよろしいかと思います。では味わってみます。いや、ボルドーワインですよ、本当に。ボルドーワインよりもやっぱり酒質は強いですよね。ボルドーって濃くて凝縮しているんだけれども、だけれども滑らかっていう印象があると思います。ですけれども、このワインに関しましては、それよりも若干酒質が強いので、よりパワフルに感じられるワインに仕上がっていると思います。渋みは強めになっていますけれども、非常に滑らかで液体に溶け込んだ上質な渋みになっています。果実味と酸味なんですけれども、2016年と6年も経っていますけれども、まだ生き生きとしています。このワインがオーストラリアの上質なカベルネソーヴィニョンの典型的な味わいになっていますので、ですので二次試験のテイスティングの試験の題材といたしましても最適だと思います。やっぱりフランスワインの高騰に関しましては、予想はしていたんですけれども、ここまでとは思わなかったんですね。最近ワインブックスの仕入れに関しましても、ちょっと高くなりすぎてしまって、簡単にですね、フランスワインとか名城地のワインで価格が安くて美味しいワインを探すことができなくなっちゃったんですよ。その分ですね、他の地域のワインもしっかりと探しまして、ご紹介をさせていただきたいと思っています。はい、いかがでしたでしょうか。今回はワインの高騰化と新しいワインの探し方でした。今回は思い切って南半球のワインをご紹介させていただきました。で、このような高騰化があったといたしましても、じゃあですね、ワイン全体の価値が下がるのかと言われればそうではないですよね。多分僕が生まれる前にもですね、このような経済状況だったりですとか、ワインの高騰化だったりですとか、そういうことっていうのはたくさんあったと思うんですよ。ですけれども、ワインの価値は変わらずにですね、19世紀の後半から今まで100年以上、輸送日は変えずにいたということになります。例えばなんですけれども、海外のワインが高騰したというのであれば、日本のワインに関しましては逆にチャンスかもしれないですよね。こうやってですね、ワインブックスもいろいろなワインをご紹介していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。